クイエム。毛利恒ツ原作。ユキは17歳。特攻で死んだ。子犬よさらば、愛しき命。第2章。大空を飛びたい。地上 10メートルを飛ぶ。11月に入ると、異例に早く、クライダーによる滑空訓練が始まりました。木製骨組みの胴体、ハフバリの主翼という簡単な構造の初級滑空機、プライマリーです。まず、止まったままの 地上操縦の訓練で主翼の傾きを操縦桿を左右に動かしてバランスを取る感覚をつかみます。次は地上滑走です。順に1名の搭乗者。翼の両端を支える者。機種のフックに引っ掛けたゴム柵を引っ張る組。木の交尾を ロープで保持するものなどに分かれます。〇〇生徒ト〇号機、操縦科目、地上滑走、登場します。登場の順に当たったものは操縦席に座り、腰のベルトを締め、まるで滑空機を背負うような格好で、両肩のベルトを締めます。両足を 方向打の踏み棒にかけ、操縦桿を握って姿勢を整えて発進準備完了。ゴム柵引っ張り組が機種のフックに輪をかけて前方に Y 字型に伸びるゴム柵を左右に分かれて持ち、区隊長の合図とともに1、2、1、2と引いて行きます。 発信合図と共に、交尾保持者が杭に一巻きして引っ張っていたロープを手放します。滑空機は反り型の機体下部を地面に擦りつつ前進します。11月13日、15時頃より地上滑走を行った。乗る時の気持ちは、 実に缶無料であった。無我夢中で缶を握り滑走したが、残念にも不出来であると言われた。今日はゴム柵を50回以上引っ張ったので、終わりには歩けないようになったが、これが一人前になるための訓練と思い、何でもないように悟った。 そんな高度ゼロの滑走から、天城生徒隊の少年たちの空への挑戦は始まりました。やがて、ゴム作引っ張り組の柵を引く足取りが、1、2、1、2、1、2と速くなり、ゴム作の長さがずっと伸びます。滑空機は地を離れ、高さ1メートル。 3メートルと次第に高く遠くへ飛べるようになっていきます。しかしバランスを崩して傾き方向を変えてしまうものもあります。すると逃げろーゴム作引っ張り組は雲の子を散らすように必死に逃げます。中には失速して地に落ち、 木を壊してしまうものもありました。高度わずか3メートルでも飛ぶことは彼らの大きな喜びでした。でも操縦席に座って飛べるのは日にわずか数分。訓練のほとんどはゴム作を引っ張り飛んだ木をスタート地点に担いで戻す作業で皆 疲れて、くたくたになりました。天木生徒隊で、荒木幸夫生徒と同じ第三中隊第六班にいた、比企良夫さんは今、同期の集まりである、消費15期立ち控え、二期勝美会長の事務局長です。比企さんは言います。 荒木君は同じ内務班でしたがあまり目立たないおとなしい真面目な男でしたよ。やさ男の感じだったけど真のしっかりした勉強家でね。国語や数学などの普通学もよくできた。クライダー訓練は区体の50人編成でやるんだけど私は尻から何番目かの どんじり組だった。彼は腕が良かったですよ。私がやっと1メートルぐらいの高さを飛んでいるときに、彼はもう10メートルぐらいの高さを飛んでいたな。腕が良かった。しかし失敗も重ねています。生徒隊では兵器の扱いや地上戦の突撃、 夜間航軍などの訓練も行われます。そんな中で航空力学の講義が始まり、飛行機の構造、発動機、航空、航法など、空中勤務者、搭乗員を陸軍ではそう呼んだ、として必要な専門学科も習得していきます。彼は体操で、 飛び箱を飛ぶ姿勢が素晴らしかった。空中回転だけがうまくできなかったようで、今日も尻をついた、などと記しています。心身ともに鍛えられて、日々成長していく様子が収容録からうかがわれます。入校してから2ヶ月半。 体力検査あり、入校したときより4キロぐらい増えたとあります。天城生徒隊2004名の生徒たちが皆大きな楽しみにしていることがありました。年末年始に帰郷する休暇を与えると発表されていたからです。しかし その期待は、打ち砕かれます。父、牛地さん宛の手紙。12月22日付。実は、正月休暇の件、校長閣下ほか幹部どのより、休暇許されることになり、お手紙を出しましたが、本日、 航空、関どのより、メいで行きたり、突然、休暇中止、ということになりました。理由は、この6ヶ月の短期教育、並びに、非常の難局に、休暇などない、というのです。お父様、他、弟たちも、この自分の帰省を、 首を長くして待っていることと思いますが、誠にやむを得ません。まず、この一年くらい、面会、帰省は望まれませんゆえ、何卒、お体に留意せられ、職務に励んでください。もし、面会に来るのでしたら、なるたけ、日曜日、祭日に、 おいい。でください防戦のとこの年10月には大学や高等学校師範学校などの文化系学生たちも徴兵猶予の制度が廃止されて学徒出陣で戦場へ出てゆくことになりました。 選曲がどんどん悪くなっていく。父、牛地さんもそう感じていたはずです。息子に再びいつ会えるかわからない。無理をしても一目会っておきたいと考えたのではないでしょうか。牛地さんは長男の誠一さんと三男の 安吉さんを伴ってはるばる九州へ面会に行きます毛利幸は17歳特攻で死んだ。